一応手元振りも見た。うん、見た。すごかったよね。かっこよかったよ、もう。サトシ勝っちゃうもん。あ、そういえばさ、みんな明日の校内一斉テスト、予習勉強やった？テストか。勉強してない。だからいい会社に入れない。つまり、一生低賃金で馬車馬のように働かされる人生が待っている。得意な算数だけ予習したよ。他の科目は自信ないけどね。実は俺も理科は得意だからいい点数取れそうだけど、他がやべえんだよな。僕、国語だけなら自信がある。黒魔術の魔導書を読むには難しい漢字を読めないといけないからね。あー、テスト受けたくないよ。話は聞かせてもらった。明日の校内一斉テスト、全教科に自信があるクラスメートは誰もいない。つまりこれは事件だ。っていうか事件じゃなくて勉強不足だけどね。そうなんだよ名探偵、僕たち困ってるんだ。バンビ君ならこの事件を何とかしてくれるんだよね。いやだから事件じゃねえだろ。さっきのみんなの会話を分析してみよう。ここにいる全員が一つだけ得意な科目がある。そうだね、強いて言えば算数かな。小学校で習う数式なら全部暗記してるし。私は社会ならいつも80点以上だよ。僕は国語が得意、特に感情覚えるにハマってるんだ。まあ俺は理科かな。科学科って呼んでくるよな。なるほど、 YJ が算数、アリスが社会、お前はあれだ、ホープは理科。つまり全員得意科目がバラバラ、そこから導き出される答えは一つ。な、何？明日のテスト、みんながそれぞれ得意な科目の回答を他のみんなにこっそり教え合ったらどうなると思う？全員が全科目でいい点が取れるってこと？でもそれってさ。そう、集団カンニングだ。クラス全員でカンニングをするんだ。もちろん先生の目をうまくごまかす必要がある。うまくいけば全員の成績が上がって、お母さんも喜んで、お小遣いやって、友達は増えるし、恋人もできるし、病気も治って、動画再生数も100万再生いく。間違いない。へすごーい。やってみようぜ。動画再生数は心の声出ちゃってるじゃん。それじゃあみんな、一夜漬けで得意科目だけは勉強しておいてくれ。明日は全員カンニングで1点取るぞ。あー、ところで名探偵はどの科目が得意なんだい？僕の得意な科目は一つもない。ねえのかよ。それじゃあテスト始めなさい。いいですか、くれぐれもずるいことはしないでくださいよ。先生はちゃんと見てますからね。と言ってもサングラスしてるので見えてないんですけどね。じゃあ外せよ。どうしました、風邪でも引いているんですか？すみません先生、夜中までテスト勉強頑張りすぎて風邪引きました。ティッシュ出して鼻かんでもいいですか？いいですよ、他の生徒の迷惑にならないようにしてくださいね。はーい。ティッシュでスリーポイントシュートカンニング。この場ひれおぎ忍法このはめくりカンニング。
俺が徹夜で作ったマシンのお出ましだ。警戒騒いでるうちにあいつにこの回答を届けなきゃ。よし、敵数だ、敵数だぞ。最先端ドローンラジコンカンニング。水戸黄門、いや、これはモールズ信号だ。言葉を音で伝える暗号メッセージ。丸一北、丸に北東。好きなタイプは俺。アリスさん、何をしてるんですか。私なんかおかしなことしてますか。特に問題ありませんが、テスト続けなさい。はい。必殺、バカな先生にはわからないモールス信号カンニング。アリスが教えてくれたこの回答をモールス信号すらわからないバカどもに届けて、ミッションは達成だ。どうしましたか？大丈夫ですか？ん？何ですかこれは？ん？さてはカンニングしようとした生徒がいますね。カンニングには厳しい罰があります。テストはオール0点、補習も受けてもらいます。そして保護者も呼び出します。先生、いいですか。はい、どうしました、バンビ君。名探偵小学生の僕に任せてください。カンニングという犯罪に手を染めた極悪非道な犯人はこの中にいます。ほう、犯人がわかるのですか。はい、僕が名推理で犯人を見つけ出します。犯人は必ず証拠を残しています。皆さん、机の中のものを机の上に置いてください。はあ、これでみんな仲良く0点か。これではっきりしましたね、先生。犯人はこいつです。最初から怪しいと思っていたんですよ。見てください、スマホに犯行の証拠がバッチリくっきりもっこり残されています。確かにこれはカンニングの証拠ですね。ホープ、貴様。違うんです、先生。僕だけがやったんじゃない。この教室の全員がカンニングを。見苦しいぞ、ホープ。自分の犯した罪を認めるんだ。そうよそうよ、カンニングなんて卑怯なことホープくんしかするわけないじゃない。単独犯だよな、ホープ。単独犯だね。単独犯だよ、先生。さあ、ホープくん、職員室に来なさい。明日から付きっきりで補習を受けてもらいますよ。さあ、覚悟しなさい。違うんです、先生。俺はやつらに利用されてるだけなんだ。こうして世にも恐ろしい校内一斉カンニングテスト事件は解決だ。そう、真実はいつも一つ。